さあ、場面変わってクラードのとこに来ましたね。いやー、ちょっと申し訳ないんだけど、パート34ですね、これね。撮り直しをしてます。動画をアップした後に気づいたんですけども、画面がね、めちゃくちゃカクカクしてまして、とてもね、見れた動画じゃなかったですね。本当にすいませんでした。ということで、仕切り直して、やっていきたいと思います。ティファが来たと。無茶だ。お互い様、このまま走ろう。ということでね、めちゃくちゃ危ないこの場所にティファが来てしまいました。うん。まあぶっちゃけここまでクラウド一人で来たんだけど、それはそれできついものがあったからね。マテリアの装備数も足んないし。さあ、うわ、危ない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 。めちゃくちゃ撃ってくるもんな、あいつ。容赦なく。危ない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 。スタンレイか。リュードさん、ちょっとね、なんか優しい、ちょっと情けがあるのかなっていう部分も、もしかしたらあるかもしれないけど、まあ、いつまでもね、見逃してくれるわけではないので、このまま突っ走って逃げたいところ。さあ、ラピッドチェーンで蹴りをつけていく。ドン。あれ、終わんなかった。オッケー。よし。こっちも飽きたよ、登るのもう。めちゃくちゃ投げんだもん、ここ。高すぎ、ほんとに。危ないし、銃ぶっ放してきてさ。さあ、登っていきますよ。危ねえ、爆発すんだ、爆発。あ、そうだな、ティファのマテリアもちょっと変えておかないとな。よいしょ。からの、久しぶりにバーストシャッシュも使ってみましょうか。その、威力やっぱあんま高くないんだよな。出が早いんだけど。やっぱラピッドチェーンの方が汎用性高い気がするんだよね。ということでラピッドチェーンを使っていきます。よいしょ。ラピッドチェーン全体攻撃にもなるから、まあ便利なんですよね。本当に汎用性が高い。もう一回使っていく。ティファーどうしようかね。かかと落としでも。稲妻があれば、稲妻っていうか雷があればよかったんだけど、情けなので、かかと落としを。よし、あと一球。よし、これで終わるかな。オッケー。丸見え。世界丸見え。しょうもないこと言ってる場合じゃないんだよね。危ない危ない危ない。当たってるし。オラオラオラじゃないよ。ジョジョか、貴様は。ジョジョの奇妙な冒険の、クイズの翔太郎か。スタンレイ、遠くに行っちゃうと当たんないんで、あいつをとりあえず持っていこう。危ない。範囲からね、ファイヤーをつけてきたので、これを、放っていきますか。スタンレイがこっちに2体いるんだね。エアロってちなみに効くんかな、機械に。いや、でも、範囲化の方がいいか。ファイヤー撃っていく。オッケー、落ちた？落ちてないか。落ちないけど、ここなら、ブレイブモードで届く。ブレイジャーで、アタフトモードで届くはず。オッケー、一体落ちた。オッケー、一体倒して、倒してない、バーストか。倒しちゃっていいや。からの、来たかな、後ろのやつ。来たね。あいつはちょっとエアロで試してみようかな。エアロ撃っていく。あれ狂え。お、爆発したね。ってことはやっぱ空中の敵だから、エアロ効くっぽいな。機械だけどね。エアロと稲妻が効く感じかな。稲妻って言っちゃうんだけどさ、結構雷。うん。ですね。普通に見破るで、そうなってたわ。エアロでいいや。吹き荒れろ。このままでもいいけどよ。お、ムービーがここで挟んでくる。お、手榴弾。これはジェシーさんですね。元気だったね。よかったね。ピンピンしてますね。爆発に関しては最強だからね、この人。やばい、撃たれるぞ、ジェシー。そこいると。何のんびり構えてるんだよ、お前。お、手榴弾を狙った獲物は必ず落とすの。狙っていく。ただ、ディメンターが後ろにいますよ。大丈夫かな。
野球投げ。手榴弾ってね、めちゃくちゃ重いんですよ。あの投げ方すると多分肩壊せるね。さあ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 、こっちかな。いや、ジェシーやっぱね、すごいよね、なんだかんだ言って。さあ、鎮圧兵。今、ダメか。カウンター決めてく。からの、ハンカファイラで、一掃する。いった！あ、お前、はぁ、あいつなんか、騎士道とか武士道とかっていう文字を知らないの？デアモンさんって。ちょっと危ない危ない。バリバリ殺す気満々じゃねえか。まあ、殺す気は満々なんだろうけどさ。卑怯にも程があるって。うるせえよ、ザコが。お前、生きがってんじゃねえよ。俺にやられたくせに。あれ、ムービー中ってこっち行けないの？戦闘入ってるんだけど。あ、いたのか？気づかなかった。空中兵と敵弾兵がまだいたんだね。ここか。うわぁ、怖っ。やだな、これ。めちゃくちゃ怖いっすね。実際にやれって言われたら、多分、1000万ぐらい報酬をもらわなきゃやんないと思う。高いから風もありそうだしね。てか、そもそももう、ここさ、あ、そっち行かないで、クラウド。行かないで。うん。ここやばいでしょ。もう、体重、ちょっと、ジャンプしたら崩れそうだもんね。めちゃくちゃ危ないっす。はい、登っていきましょう。あ、ムービーかな？あ、ジェシー、何？どうした？お前。さっきピンピンしてたのに。何？手榴弾投げたら、ちょっと変なところからガレキが飛んできたのかな。そしてまたまたディメンターがいるんですよね。ディバってば、変な顔しちゃって。頼む、ティファ、ケアルをかけてくれ、早く。いや、急展開だな、これ。何があったんだろう、マジ。最後の話し相手、クラウドか。最後って言うなし、うん。悪くないぞ。最後と決まったわけじゃない。うん。いいんだ。私の爆弾。大勢殺したからね。償わなくちゃ。あれもな、シンナのせいだかんな、半分ぐらい。本来あそこまでの爆発じゃなかったからね、リメイク版では。何度でも助けるぞ。しみる。ねえ、ママの料理食べられるってどっかで信じてたんだよね。あんたのピザも。そうだね。でも私、ほら、ティファが泣いてる。そろそろ言ってくれない？見られてると恥ずかしくて。ああ。まあ、もうビックスに続きって感じ。うわぁ。変わらないのか、この展開は。ディファ。うわぁ、ちょっと。きつい展開になってきたなぁ。リメイク版ではちょっと、この展開なくて済むっていうか、ね、ちょっと期待してたんだけど、原作通りになってきてしまうのか、どうか。
ね、せめてウェッジは守りたい、俺は。まあ、あの二人もまだ気絶してるだけでね、生きてる可能性、信じたいけどさ。ウェッジね、まだ生きてる。確定してるから。ウェッジは、絶対俺が何が何でも守り通すって決めました。さあ、お買い物していきましょう。気を取り直してね。メガポーション3つ買っときましょうか。安くなってるね。OK。と、エテルも買っとこうかな。フェニオ、何個だっけ今。15個あんのか。フェニオじゃあいいかな。フェニオ、あ、でも、100円ってやっぱりお得感感じちゃうよね。はい、じゃあちょっとベンチで休憩してからまた進めていきます。はい、というわけで、回復も済んだので、続きからやっていきましょう。登っていきましょう。おバレットさん叫んどる。おぶね逃げば消えましたね、完全に。相変わらず暑苦しい。けどすげえな。よく一人で戦ってたな。危ないよ、ティファ。気をつけなさい。バレットとセリフが被った。おお、避けてく、避けてく。クラウドやべえ。さすが元ソルジャー。よく持ちこたえた。本当だよな。すごいよね、ここを持ちこたえるって。いつまでもここにはいられねえ。バレットの弾薬はどこから補給されてんだろうな。バレットの体の体脂肪がもう原料なのかってくらい、弾なくならないよね。さあ、上空のヘリが厄介ですが、降りてくんのかな、この二人は。お、レナさんがもう、バリバリもう、降りてくる気満々になってる。お、ライトセーバーをパスされて、来るかね。3対1だぞ、でも。この前1対1でクラウドに負けたじゃねえか、でもさ。勝てる気あんのか。なかなかの自信家だけどね。そうだよ、負けるお仕事始まるぞ、レドさん。おお、かっこいい打ち合い。レノの武器かっこいいんだけどね。いかんせんなんか、いつもレノさん、まあ敵だからしょうがないんだけど、戦闘で負けちゃうからね。落としてやれ、バラット、ヘリ。カップコン戦にしてやれ。喧嘩売る相手を間違えたぞっと。ゾッと。おうおお、いじんじゃねえ、いじんじゃねえ、レノ。何してんだ、それ。クラウド止めて。絶対こいつ良くないことしようとしてるから。何見てんの、クラウド。ヘリが邪魔なのか。押すな。するなよ。するなよと。緊急コードの入力を確認。起動ボタンを押してください。あとはボタンを押されたらもう終わってしまうということか。3対1。一回勝ってますからね。何回も言いますけど。危ない危ない危ない。これがね、かっこいいんだよね。プラス早くて厄介。さあ、レザさんやっていきましょう。さあ、久々にね、バラットも戦闘に加わってきて、ちょっと嬉しいな。そうだよ。俺は勝ちしかないんだよ、今まで。対タークスに対して。なのになんでお前らそんな自信過剰なのかちょっとよくわからねえんだよ。避けて、危ない。食らってしまった。レノの弱点、見破ってないのか。見破っていきましょう、レノさんを。調子に乗るな。弱点なし。魔法攻撃と雷特性の攻撃ではバーストゲージが溜まりにくいらしいので。ウィザードブレスってやつが盗めるんで、ちょっと盗んでいこうかな。あ、でもダメだ。盗む外しちゃったんだな。そうなんですよね。1回目のデータの時は、ちゃんと盗んでったんだけど。そうだね、今回つけてないからダメだ。インフィネットエンド当ててくれ。よし、ナイス、当たった。お、なかなか早めにムービーが入ってきましたね。こっちのセリフじゃい。終始こっちが有利なんじゃい。爆撃準備開始する。爆撃だと
貴様味方もいいのにね。タークスやばいですね。思考がちょっとサイコパスってますね。避けてくよ。来るか。お、ナイス。バレットいいね。バレット使っていこうかな。危ない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 。よいしょ。あ、レノが帰ってきて、しばらくこれでまた時間稼げるかな。ヘリが来るか。さあ、フュールバースト放っていきやっしょ。ドン。久しぶりのバレット操作。あ、なんだこれ。ティファが死にかけてるよ。ケルナ、かけていきます。あー、これ原作でもあったな。ピラミッドのね、あの、防御壁みたいですね。壊さないと何もできなくなっちゃうんだよね。いてー、くそー、レノさん。そしてヘリー、爆撃こそしないものの、撃ってきますね。厄介ですね。もう一回インフィネットエンドを食らしていきたいんだけど、当たれてほしい。ぐる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 、ドカン。いいですね。おお、当たった当たった。なかなかの、やっぱりダメージでかい。さあ、ティファにまた回復をしてもらって、クラウド回復。かっこいいな、これ。回復が邪魔されてしまったが、やばいやばいやばい。ガードしとく。からの ATB ブーストを使っていく。回復を自分でやっちゃおうか。危ない！爆撃来てた！やばい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 。バレットは？デイズか？じゃあ、バレットにハイポーションを食らうとですね。もう思ったんだけど、もうヘリを落とした方が早くないかな。バレットに撃ってもらって。この攻撃結構マジで厄介だな。ヘルバースト撃っていこう。当たる！ナイス。あ、またピラミッド。もうやめてくれ、これ。結構厄介だな。さあ、ラビット J をじゃあ、やっていきましょう。OK。ティファーは回復かな。ケアルを、クラウドに。さあ、ドンドン、ドン、バラス。からの振るためのフュエルバストを当てていきましょう。あー、なんか、あ、サンダーの方がヘリ食らうかなと思ったら、落ちちゃったわ。普通に。オッケー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 。ルードも倒したと。ルードの本体。ルード。ジェノさんが心配してるけど、タークスはそこまで甘っちょろくないと。どうせ降りるつもりだった。こいつらね、本当になんか敵ながらいい友情だよね。こいつら。相棒。やばい、来るか。見せてやるぞと。あ、クラウドがリミット溜まったかな。クライムハザードを二人一緒に当てていきたいんだけど、理想としては。痛い。いけるか。よいしょ。避けて。あ、これきついな。この辺で、どうだろう。使っていきましょう。すべてをかける。さあ、いい感じで当たってく。ほい。お、ルードには全部当たったね。いいですね。レノさんはちょっと巻き込めなかったかな、さすがに。虫が良すぎたかな、その考えは。さあ、ティファもう溜まってますね。リミット。メガポーションをクラウドに使って。そうだな、ティファじゃあ、使ってもらうか。レノに、ね、当てていきたいな。さあ、今やれば当たるかな、サマソル。いけー。あー、空振りやがった。最悪。あ、サモンゲージ溜まってきた。今回別に盗むしてないので、盗もうとしていないので、使っていきましょうかね。どうしようかね。シバ、イフリート、どっちがいいかな。久々にイフリート2機にしますか。ね、シバは結構使ってた気がするんだけど。最近ね。よいしょ。で、ティファーもクラウドもちょっと HP やばいんで、回復してもらおうか。ティファのキャルラッカな。
で、バレットのアビリティ、ATB を使って、アビリティを使ってもらう。ルードも虫の息だな。ルードに使おう。倒したか？まだか？危ない！うわあれ、追尾炎、追尾性能あるんだっけ？めちゃくちゃ、厄介じゃん。で、クラウド死んじゃったからもう、自動的にこれ使わなきゃいけないのかな？時間が早い気がするんだけど。あ、で、生き返るんだ。いや、生き返んだよね。そういう演出だからしょうがないのか。生き返ったかと思ったな。バレット、レイズを使ってほしいな。レイズでクラウドを呼び寄せて、ティファに回復をしてもらいたいけど、MP がないなぁ。バレットかな。クラウドどこだ？いた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 。ATB ブースト使えるか？まだ使えないかな。ダメか。クソ、きつい。あっと、と。残り一人だから。もう余裕だと思うんだけど。よいしょ。とりあえず、回復だな。クラウドかな。タックス光線避けていく。ナイス。オッケー、ここまで来ればもうティファーは攻撃だな。あがととしよう。いや、オーバードライブをネロに打っていく。避けろ。さあ、バレットどうしよう。サンダー食らわないから、増えるかな。ネロに打っていく。オッケーよ。もうちょい、もうちょい。オッケー、倒したー。緊急コードの入力を確認。起動ボタンを押してください。止まんないのか。さあ、またディメンターがうろちょろしてる。ライトセーバーは取らせない。解除方法。教えろ。いいんかよ。行かせるか。おお、ルートがここに来て。うわ、たま。ちょ、クソヘイもやめてくれ、バレット。当ててくれ。その距離は。さすがに。今度は邪魔してきましたね、ディメンター。うん。クラウド、急げ！止めてくれ。あー、押してしまったー。これでもう柱は崩れてしまうから7番階の終わりを意味してしまうんだよな。うわー、このエンドも変えられなかったか、結末も。